サッカーのオフシーズンで盛り上がる話題といえば選手たちの移籍でしょう。自身のステップアップや出場機会を求めたり、クラブから構想外を言い渡されたりなどと、選手個人やクラブの事情などにより移籍の理由は様々です。そこで今回は当事者、クラブ同士にとどまらず多くのファンがひときわ注目するであろう裏切りの移籍について6選手を紹介します。選手のエンタメ性やずさんさも垣間見えますので、最後まで楽しんでいただければと思います。一人目は浜のメッシと称された斉藤学です。小学生時代から一貫して横浜 F マリノスでプレーをしてきた斉藤は、キレのあるドリブルでマリノスファンのハートをわしづかみにします。2011年シーズンに当時の J2 愛媛 FC へレンタル移籍した際には、愛媛 FC 強化部長からユース時代から君のことを注目してきたとの言葉を受け、武者修行に励みました。そして愛媛 FC で成長を遂げ、翌2012年にマリノスへ復帰、チームの主力として活躍し、その才能が認められロンドン五輪のメンバーに選出されるまでに至りました。そんな斉藤に転機が訪れたのは2016年のこと。そのシーズンまでチームのキャプテンマークと背番号10を背負っていた中村俊輔が退団を発表。翌シーズンから斉藤がそのキャプテンマークと10番を受け継ぎました。このような形で飛躍の1年になるかと思われた2017年シーズン、斉藤に悲劇が襲います。 J1 第27節のヴァンフォーレ甲府戦で右膝前十字靭帯損傷の大怪我を負い、医師から言い渡されたのは全治8ヶ月、シーズン絶望の苦しみを味わいました。迎えた2018年、満を持して斉藤が契約更新と戦線復帰を果たし、ピッチ内をキレッキレのドリブルで暴れ回ってくれると誰もが期待を寄せます。しかしあろうことが、同年1月に隣町のライバルである川崎フロンターレから移籍のオファーが届き、禁断の移籍をしてしまったのです。これにはマリノスサポーターも怒りをあらわにし、俊さんから受け継いで背番号10とキャプテンマークがないがしろにされた。契約満了で移籍金はゼロ、斉藤の移籍によるクラブへ入ってくるお金はなし。しかし斉藤はこの批判に対し、自身の SNS でその考えを釈明。ポジション争いが一番厳しく、自分にとっては一番厳しい道を選びたかった、何を言われてもしょうがない、そう思っていましたが、今までマリノスの選手として戦ってきたこと、これだけは否定しないでほしい。この投稿に対しても厳しい声がある中で、頑張ってください、ずっと応援していますなど温かいエールも送られていました。一方でネットには、2015年、マリノスに J リーグ史上初となる外資が参入し、イングランドの名門マンチェスターシティのほか、メジャーリーグサッカーのニューヨークシティなど、世界にネットワークを持つ CFG によるエピソードを引き合いにしたコメントがありました。 CFG に買収される可能性があったマリノスと旅立つ斉藤、当分の J リーグの覇権を握り始めているとされていたフロンターレ、この3者を揶揄し、渡辺真知子の代表曲カモメが飛んだ日の歌詞が綴られていました。斉藤が本気で愛したのは、絵になる港の景色のようなフロンターレだったのでしょうか。2022年シーズン終了後に一線を退き、現在では試合解説や品川 CC セカンドの監督を務め、牧野智明の俺じゃんけんというチャンネル名で登録者数約6万5000人の YouTuber として活動中の牧野智明。ジュニアユース時代から約11年間にわたり、生まれ故郷の J リーグクラブであるサンフレッチェ広島でプレーをし、高い身体能力と闘争心を持ち合わせた頼れるディフェンダーとしてある一方、ムードメーカーとしてチームメイト、スタッフ、サポーターから大層愛されていました。マギノも自身のステップアップとして2010年より海外挑戦を決意、移籍先はドイツブンデスリーガの FC ケルンでした。そして広島の人々に夢を見させてくれたマギノは、その功績として広島からは移籍金をなんと0円にしてもらう計らいも受けたのです。対談記者会見の際には、お世話になったクラブと広島を離れる寂しさが込み上げ、男泣きする姿を見せたのは実に印象的でした。しかし移籍先のケルンでは出場機会に恵まれず、わずか2年で帰国をすることに。その知らせを目にした広島サポーターは、当然のごとく牧野がサンフレッチェに復帰するのではないかと誠しやかに胸を高鳴らせていました。しかしサンフレッチェ時代の恩師でもあるミハイロ・ペトロビッチからラブコールを受け、浦和レッズへ期限付き移籍。そしてなるべくしてなったかのように、翌2013年にそのまま浦和へ完全移籍。この一連の出来事の渦中で牧野の発言が物議を醸します。 J リーグに戻ってくるのに、育てた選手のゼロ円移籍を認めて欧州へチャレンジさせてくれたサンフレッチェ広島には戻ってこない。広島サポから牧野は裏切り者として晒されました。しかし当時は牧野の代理人も J リーグ復帰の際に移籍先としてサンフレッチェに声をかけていたそうです。広島はそれに対し、牧野の代役が既存していることや、
クラブの経営維持のためもあり、今は獲得できないとお断りしたそう。牧野に夢を見せてもらった広島サポからすれば、裏切られた気持ちになるのも一定の理解はできるものの、牧野が裏切り者と呼ばれるのも少々お気の毒です。ちなみに牧野は明るい性格とムードメーカーたる気質から次元が違うエンタメ性を発揮する出来事もありました。ウィキペディアの自身のページを見て、俺のウィキペディア見たら名前間違ってるやないかいとツイート。そのツイートに載っていたスクリーンショットは、女芸人の牧野捨ててこと書かれていた牧野智明のウィキペディアでした。多くの反響を呼んだ出来事でしたが、当日午後8時50分頃には牧野捨ててこと書かれていた部分は牧野智明に修正されたそうです。続いては J1 ヴィッセル神戸所属の山口蛍選手の裏切り移籍について紹介。小学3年生より父の影響でサッカーを始め、地元の町クラブでトップ下としてプレー。中学生に上がる2003年にセレッソ大阪、ガンバ大阪、京都サンガの3クラブのセレクションを受け、セレクション当日に合格の連絡をくれたセレッソに入団します。2008年にはユースの主将も任されました。その後も順調にキャリアを積み、2009年シーズンに念願のトップチームへ昇格。2012年には元ブラジル代表のミッドフィルターファビオ・シンポリシオの加入により攻撃的ミッドフィルダーを任されるなど、中盤のユーティリティプレイヤーへの成長を遂げました。2015年シーズン終了後にはブンデスリーガのハノーファーへ移籍し、海外挑戦への一歩を踏み入れます。しかし翌2016年の代表戦での負傷などで出場機会が得られず、同年6月にセレッソへ復帰。セレッソ復帰から約2年半の月日が経過した2019年、突如としてヴィッセルへの完全移籍が成立します。提示された年俸はなんと1億円超の3年契約で、イニエスタとプレーできるということも相まっていたのです。そして2019年シーズン開幕からセレッソとの対戦、ヤンマースタジアムにはチケット完売の4万人以上の観衆が集まり、セレッソでは絶対的な存在だったことから、山口はボールを持つたびにブーイングされます。試合後、セレッソのゴール裏へ挨拶した際には、ブーイングと拍手が入り乱れてのお出迎え。これに対し山口は、ブーイングがあったからどうということはないですね。セレッソには感謝していることばかりなので、サポーターも含めて変わらず好きだと思います、とコメント。他クラブにいても、心の中でセレッソ愛を忘れないでいる思いを伝えています。ネットからは、ドイツから言葉の壁でセレッソに帰ってきたことを引用し、金、ホームシックで買い戻してもらったのに恩知らずだな、という嫌味も。また移籍先の神戸と自身の名前がうまい具合に組み合わさり、神戸山口組、世の中ゼニアで、と非常に巧妙な表現でディスられました。4人目は、ほぼセレッソ一筋のディフェンダー、山下達也です。神戸市立御影工業高校を卒業後、2006年にセレッソへ入団。しかし、在籍5年で公式戦の出場機会に恵まれず、2011年にコンサドーレ札幌へ移籍します。類まれなるリーダーシップでコンサドーレのディフェンスラインを牽引し、チームを J1 昇格へと導いた中心選手の一人として添えられていました。1年の活躍が実を結んだかのように、2011年シーズン終了後にセレッソ大阪から完全移籍のオファーがあり、2012年シーズンよりセレッソへ復帰。2013年シーズン半ばより同じポジションの主力選手の負傷離脱が相次ぎ、レギュラーに定着します。2014年には日本代表候補のトレーニングキャンプに招集されるまでの選手になりました。そして2019から2021年のシーズンは柏レイソルでプレーしていましたが、2022年シーズンより再びセレッソに完全移籍で復帰を果たしました。札幌からの移籍後数年は札幌サポーターからブーイングを受けた山下ですが、それには札幌サポーターなりに考えがあり、当時 J1 昇格後もチームの核として札幌でプレーするだろうと期待されていました。しかし契約更新は後回しにした上での新婚旅行後、その矢先にセレッソから主力の穴埋めとして完全移籍オファーが届いたのです。セレッソ復帰の際のコメントには、札幌サポへ、セレッソで試合に出られなかった僕にコンサドーレ札幌はチャンスを与えてくれ、最高のサポーター、最高のチームスタッフ、最高のチームメイトにも恵まれ、 J1 昇格という目標を達成できましたと一定のリスペクトと感謝の気持ちを表しました。そして続けてセレッソ愛を語ります。僕なりに考え抜いて、本当に辛く寂しい決断になりました。ただ僕にとってセレッソは特別なのです。18歳の時からセレッソに5年間も育ててもらいましたが、何も還元できませんでした。まさかこのタイミングでとも思いましたが、今を逃すとこの先こんなチャンスはないと判断しました。札幌サポーターに自身の決断への理解を求めた様子が伺えます。ですが当時の札幌サポからすれば、山下の抜け穴が浮き彫りとなり、チームの守備は崩壊、リーグワースト88失点で史上最速での J2 降格などの不名誉な記録続出、クラブは財政難へ、
と山下移籍からの一連の出来事として J2 最速高額にまでひとまとめにしたくなるものでした。このような経緯で山下も札幌のホームゲームではスタメン発表で名前がコールされた時に異常なまでの周波数のブーイングが飛び交う事態に発展しました。ある時山下は自身のブログで自分メンタル強いんでとビッグマウスぶりを発揮する投稿を残しました。しかし札幌サポから大ブーイングを受けた時には動揺しミスを連発していたのだそうです。あの自信満々な発言は一体何だったのでしょうか。謎すぎますね。続いてもセレッソ絡みとなるタレント気取りな杉本健佑の裏切り行為を晒してまいります。小学3年生からサッカーを始め、2005年よりセレッソ大阪のジュニアユースに入団。ユースでもステップアップし2010年にトップチーム昇格を果たしました。2012年のヴェルディへのローンや2015年のフロンターレ在籍など成長過程があった中、2016年にセレッソへ復帰します。事件が起こったのは2019年の浦和への移籍でした。セレッソはクラブの社長やチーム統括部長の大熊清、強化部長の森島博明が深夜まで説得し、浦和と同等の条件で引き止めを図りました。しかし首脳陣の献身ぶりをよそに、最終的には高みを目指す思いで浦和への移籍を決意しました。これに怒りを示したセレッソサポーターは、育ててもらったクラブへの愛を逆なでしていると杉本を批判。そんな批判も意に返せなかった杉本でしたが、浦和移籍後も期待に応えるような結果を残せず、チームも低迷していました。ですがなんと、そんな状況もお構いなしに自身の月額会員制サロンを開設し、ファンとの交流を深めようと図ったのです。しかもサロンの月会費は Amazon プライムや Netflix よりも高い2980円でした。至極当然のごとく批判の渦をかえって大きくしてしまい、結果として火に油を注ぐことに。ネット上では1年で3万6000円近くも金を取り、オフ会は別料金でいい商売してますな、サッカー選手というよりは芸能人気取りですなとの苦言がありました。そして当サロンを引き合いに2980円というバーダナも流行ってしまいます。ニーキュッパさんはまだまだネタを提供してくれそうな予感がプンプンするので、今後も楽しみな選手の一人ですね。最後に紹介する裏切り屋は森脇亮太です。ジュニアユース時代からサンフレッチェ広島に13年在籍し、牧野と共にムードメーカーとしてチームを元気づけるプレーや計らいっぷりで頼りにされていました。森脇は2012年の広島の J1 優勝に大きく貢献。ロスタイム男と言われていた名の通り、リーグ戦において後半ロスタイムで試合を決定づけるゴールを決めていたことが多くありました。2012年 J1 第26節対名古屋戦で、左サイドの敵陣ペナルティーエリア前から送られた石原のフライスルーパスを受ける形でのヘディングでゴールキーパーの頭を越え、ボールは逆サイドネットに吸い込まれていきました。試合後にテレビ番組のカメラの前では、でかいパスゴール、パスゴールと自身のゴールでまたしても勝利を呼び込んだ喜びを爆発。そして試合後のロッカールームでは、久里さんに折り返そうとヘディングしたらウォーってなってて、何が起こったのかと思ったら入ってたとシュートではなく折り返しだったと言い、当時の指揮官だったポイチも大笑いしたそうです。チームの雰囲気を明るくする森脇は愛されキャラとして選手、スタッフ、サポーターから親しまれていました。しかし2012年シーズン終了後、かつての恩師であったペトロビッチに誘われ、広島化する浦和、別名サンフレッチェへ移籍します。サンフレッチェの J1 優勝パレードでは、来季以降の黄金時代を約束した翌日の移籍発表であったことから、サポーターは深い悲しみに暮れました。翌シーズンの開幕戦はくしくも古巣の本拠地エディオンスタジアムでの広島戦でした。当たり前ですが、ボールを持つたびに広島サポから大ブーイングを食らってしまいます。この浦和移籍について森脇からすると、2006年から2011年に広島で指揮を取ってもらっていたペトロビッチから誘ってんじゃんと言いたくなるような出来事だったのでしょう。余談ですが、森脇といえば浦和でのラインズマンに言い放った誘ってんじゃんわかるの叫びですが、それが話題になり自身の YouTube のチャンネル名に引用されています。TikTok でも多くのユーザーが小ネタの動画にするなど、サッカーファンだけにとどまらず日本中の若者から一躍人気者になりました。今回は J リーグの移籍でひどい裏切りと言われている選手たちを紹介してきました。裏切り行為と一方的に選手を袋叩きにすることには賛否両論あるでしょう。しかしサポーターにとっては心底愛していたがゆえの大きな怒りや悲しみを示すのも自然なことであると言えるのではないでしょうか。皆さんは裏切りの移籍といえばどんな選手が思い浮かびますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。